グローバルボーイズグループ INI が2月25.26日初の単独ドーム公演を京セラドーム大阪、大阪市に宿にて開催。デビュー3年でのドーム公演のチケットは完売、2日間で7万人を動員した。上腕を生んだオーディション番組プロデュース101ジャパンのシーズン2で国民投票から結成された11人組ボーイズグループ INI。 INI。2021年のデビュー時から注目を集め、2月14日には2枚目のアルバム、マッチアップをリリースし、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。ペンライトでぎっしりと埋め尽くされ、オープニングから割れんばかりの歓声が響き渡った会場。メンバーのコウが、ぶち上がる準備はできてるか、とライブの醍醐味である煽り折れ、スペクトュラー。 そして昨年ストリーミング1億回再生突破したデビュー曲、ロケティアーをそれぞれロックバージョンで披露し、会場を気に盛り上げた。その後は、メンバーの藤巻京介と池崎里が作詞に参加した R&B 曲、フェリスホイール続く We Are ではそれぞれのメンバーのイメージでデコレーションが施されたキックボードで、ステージを縦横無尽に移動する一幕も、 ドロップをはじめとする約7分間にのダンスメドレーで観客を圧倒するなど多彩な魅力を見せつけた。本編終了後、アンコールでは1000モチーフのフロートに乗って登場したメンバー。スタンド席の観客とも線を合わせながらオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2でのテーマ曲レッドミーフライも披露した。最後の挨拶では たくさんのに得られて僕はドームに着くことができました。たくさんのがいてくれたから投げ出さずにここまで来れました。なので皆さんも僕たちに出会ったことを後悔させないよう幸せに導きますのでこれからも引き続きよろしくお願いします。最高をファンに感謝を伝える場もリーダーの村正在はメンバーに対してお疲れ様。 そして、ありがとうこの11だからレタ系であり、みんなからのプレゼントでもある系だと思っている、と全員で肩を組み、INI の絆がかきまえた。2023年11から開催されていた全国アリーナツアー、INI に ND アリーナライブツアーレディートゥーポップの追加公演として行われた、初のドーム公演。ダブルアンコールを含む全28曲を自回上げ。 約3ヶかけての全国をツアーを締めくくった。